井上拓磨さんを訪ねて町金山町にある大阪大学豊中キャンパスにやってきました。キャンパス内の広場で以前と変わらずヨーヨーを巧みに扱う井上拓磨さんの姿がありました。井上さんは現在大阪大学の2年生で大阪大学ジャグリングサークルパティオのメンバーとして活動しています。4年前からヨーヨーの技術で成長したことは、私が基本的に参加しているそのヨーヨーが手から離れた状態で行われる技をするという部門 のにおける自分の中の成長だとかといいますのは、自分の体の周りを通す技だったりとかするときに、これまでではありえなかった動きをできる、開発することができました。具体的にはヨーヨーって基本的にこう回転してるじゃないですか。それをこう回転してる状態で、僕が前かがみになってる時にここをヨーヨーが通っていくみたいな技を開発することができました。ということで、その技を井上さんにやっていただきました。井上さんはサークルのメンバーにもヨーヨーの技術を披露することがあるのだそうです。井上さんのヨーヨーの技術をどう思っている？ヨーヨーってあんな動きするんですね。ちょっとびっくりしてるんですけど、未だに回転数おかしいんじゃないの。井上さんはサークルのイベントなどでヨーヨーを披露しているほか、大会にも参加しており、平成26年には全日本ヨーヨー選手権大会で優勝したほか、昨年は学生が参加するジャグリングの全国大会で優勝するなど輝かしい成績を収めています。大会で演技するときに心がけていることは、絶対自分の中で大会に出場するときだったりするときは、絶対何かしら自分の中だけでも新しいものを絶対提示しよう、お見せしようって思ってるんですけれど、ちゃんとそこの中の自分の中にあるハードルはちゃんと超えることができたかなと思います。新しい技だったり、あんまり何でしょう、開拓されてない分野の動きだったりとかっていうのを、まあ、毎回その大会が開かれてない期間に練習して、それをちゃんと発表できるようにはしてます。井上さんがヨーヨーと並んで今頑張っているものは、3つの四角い箱を同時に操るシガーボックス。ジャグリングサークルに入ってから出会った演目で、初めて1年以上が経ちました。シガーボックスの面白いところは、紐で繋がってませんからね。他の道具と違って積み上げるということがとても容易なんですね、箱状なんで。なんでその特性を生かした技をするのはとても楽しいです。サークルの後輩に井上さんの印象を聞いてみると、練習に対する熱意は多分1位に表すぐらい、すごいなんか熱心にしてらっしゃるな。時たまヨーヨーでこの技できたよって言って、いきなりできてシャーってやってて、おーでそのままボックス持って違う練習始めるっていうのはありますけど、ね、井上さんはどんな存在ですか？言っていただけたらすごい安心できるかなって。普通に技術面でもだいぶ教えていただけますし、まあその雰囲気的にもまあ面白くなっていくんで。ジャグリングにも熱意を持って取り組むことで、パフォーマーとしての技術を磨く井上さん。サークル活動を通して様々な場所で多くの人にその技術を披露することに喜びを感じています。少し前にですね、そのフェリーあるじゃないですか、その中でパフォーマンスをさせていただいたりだとか、前回でしたの九州の方のイベントにそのジャグリングで出演させていただいたりだとか、まあ、この間でしたら東京の方で行われたそのジャグリングの見本市みたいなパフォーマンスのショーケースがあったんですけど、そこに出演させてもらったりだとか、そんな風に、なんでしょう、高校の時は絶対そういうことはなかなかなかったんですけど、そういう機会をいただけることがとても増えましてですね、それは最近とても嬉しいことです。また井上さんはジャグリングを違った形で披露しています。大阪大学ジャグリングサークルのライブという形で、劇とジャグリングの要素を吸収した作品発表したことがありました。で、私はその時は出演してないんですけれども、今度、京都大学や同志社大学や、立命館大学などさまざまな大学が集まって一つの舞台を作る、作品、機会に今回参加させていただいています。
ヨーヨーだけでなくジャグリングにも挑戦し、新たな表現力を磨く井上さん。4年前はパフォーマーとして世界を回りたいと夢を語っていましたが、地理的な状況を超えていろんな方にできれば実際に自分のパフォーマンスを見てもらえたらいいなと個人、ずっと考えているのはその時から変わってないですし、その4年前と今とだったら何でしょう、いろんな人に、本当にいろんな人に見てもらえるという実感はあるんで、もうちょっと同じように範囲を広げていけたらなと思ってます。井上拓真さん、ジャグリングの魅力を多くの人に広げていけるよう頑張ってください。